皆さんこんにちは、のりこです。今日は餃子の皮から餃子を作ってみました。強力粉に必要な材料を加えてこねていきます。こねるのは清潔な台で行ってください。結構しっかりこねないと滑らかにはなりませんでした。今回はすべて強力粉で行っているので、薄力粉を混ぜるともう少し軽い感じのものになります。餃子の中身を作るときはなるべく水分を飛ばしてカリッと仕上げるように最初に下茹でをしておきます。茹で上がった野菜の水分をしっかり絞ってから肉とよくこねて分けておきます。餃子も皮から作ると少し時間がかかるので、市販のもので楽しんでも十分にいいと思います。今回は生地の中に食紅を入れて少し型を押して桜の形や水玉のような模様にしてみました。一度親子で一緒にこんな風に餃子の皮から作ってみるのも楽しいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。